地域だけかもしれませんが、ダフミっていうのは、インターネットや定期化通信ですが、ゴールデンウィークもお盆とともに光通信での経験です。2年ほどもっと前だと思うのですが、インターネットをやっていると画面の切り替えがすごく早くなったのがゴールデンウィークの時です。多分インターネットをやっている人が少ないだろうと思いました。お盆は